高酸球高酸玉は、白血球の一種である、下流球の一つである。正常な抹消血で見られるのは、成熟型で、普通染色標本で見ると、エオジン神話性の投稿色に染まる菌質、素大な下流が細胞質に充満し、核は、通常に分用で、細い黒マチミートで繋がれ、細胞周縁に偏在し、細胞の大きさは、高中球に比べてやや大きく、 直径10から15マイクロメートル。肥満細胞から出されるイルマイナス5によって活性化する。抗酸玉数は白血球の0.5から13%を占める。アレルギー反応の制御を行う。I 型アレルギーで増加し、ヒスタミンを不活性化する。弱い鈍食能力を持つ。I 型アレルギー、寄生虫の感染などで増殖する。1、消失体を含む下流。 結晶状の構造が電子顕微鏡で観察される。この下流は主に以下の4つのタンパク質を含んでいる。この中で MBP、MB ECP、エポは原生動物と全虫類に対して細胞毒性を持っており、こうした生物の神経系を働かなくする。また、ヒステミノイスはヒスタミンの働きを中和し、アレルサルフェイテイスは抗炎気球から分泌された。 ロイコトリエンを中和する。2アズール対リゾーチームを含み、取り込まれた異物を分解する。ありがとうございます。